それではただいまより2019年度日立製作所上期決算説明会の方を始めさせていただきます。まず本日の説明者をご紹介申し上げます。日立製作所代表執行役執行専務執行役 CFO 西山光昭でございます。西山です。よろしくお願いいたします。同じくグループ財務戦略本部長加藤智美でございます。よろしくお願いします。ブランドコミュニケーション本部長平野康雄でございます。よろしくお願いします。それでは決算の概況につきまして西山よりご説明申し上げます。はい、それでは第二四半期連結決算の概要という資料で説明申し上げます。まずスライドの1の2をご覧ください。2期累計の売上高ですが4兆2213億円前年比 6% の減収となりました。IT セグメントとインダストリーセグメントは増収、そして事業売却の影響のあったライフセグメント、あるいは半導体向けや自動車向け材料などの市況悪化の影響を受けた日立金属、日立化成などが減収となりました。調整後営業利益でありますが2972億円前年同期比とで比べますと 14% の営業減益となりました。 IT セクター、ライフセグメントなど本体事業が増益となった一方で上場子会社は日立ハイテク、建機、金属、日立化成いずれも減益となりました。 EBIT は2905億円です。鉄道のアジリティトレイン社の株式の一部株式の売却益がありましたけれども、日立金属が自制材料事業で固定資産及びのれんの減損損失を計上いたしまして EBIT は前年比618億円減少いたしました。この結果親会社株主に帰属する四半期利益は1892億円前年同期比で 2% の減益となりました。次のスライド1の3に5つのセクターと上場子会社別の業績を示しております。まず下の方、上場子会社合計4社合計であります。これは市況悪化による需要減少、そして為替の影響がありまして調整後営業利益のところをご覧いただきますと528億円前年減収と減益となりました。その一方で5セクターの調整後営業利益は1990億、為替の影響はありましたけれどもそれを吸収いたしまして前年同期で54億増益となっております。次に1の4に売上高と営業利益のウォーターフォールチャートを載せております。左側が売上高の増減を示しております。事業売却等の影響、これは日立国際電機の売却あるいはオートモーティブシステムによる事業の売却、この影響が大きく1240億円の減収影響、それから為替の影響が800億円大きくありました。これら以外でも665億円と売上減のがありました。ルマダ事業は570億ほど増えていますけれどもそれ以外のところで売上減の影響が大きかった状況です。次に右側の営業利益の増減要因ですけれどもポートフォリオ見直しの影響60億のマイナス影響、為替の影響が125億円ございました。それ以外のファクターとして158億円のマイナスということであります。これはやはり売上減の影響が大きく出ました。加えて成長投資130億円、これはもともと計画しているわけですけれどもこれを加えまして 7% 2972億円という上期の仕上がりでありました。次のスライド1の5は国内海外別の売上高で地域別売上高であります。一番右の欄前年同期比のところをご覧いただきますと
国内が 100%、 海外が 88% と海外が落ちております。特に中国が 86%、 中国を除くアジアが 84% と大きく落ちました。また他の地域も落ちております。ただし為替の影響、それから事業売却の影響を除きますと、国内が前年同期比が 102%、 海外が 95% と相対的に国内が堅調、海外が下がっております。中国はビルシステム、建設機械、金属などが減少いたしました。アジアはハイテク、それから日立化成、日立金属などが下がりました。次のページが、スライド 1-6 がキャッシュフローバランスシートと、キャッシュフローの要約、バランスシートとキャッシュフローの要約であります。一番上、資産合計が総資産9兆7195億ということで930億増加しております。ただし会計基準の変更でリース資産負債両方で両立てでオンバランス化した影響が約2200億あります。ただし売掛金の回収などが進み、全体ではそれほどは増加しなかったということで、リースのオンバランスの影響以外は資産の圧縮はできているということであります。運転資金の手持ち日数 CCC が 71.6 日、これは年度末に向かっては70日を切るレベルをターゲットとして運営してまいります。親会社株主持ち分比率が 34.4%、 デッドエクイティレシオは 0.31 倍であります。下にキャッシュフローを書いてございますけれども、営業キャッシュフローが2056億と約おおむね前年並み、それに対しまして投資支出、投資キャッシュフローですけれども2070億の支出ということで、これは18年上期にありました株式の売却、大口が今年度この期間は少なかったということ、それから永代記念の持ち分ポーカーの支出が、投資支出があったということで、その結果フリーキャッシュフローは13億円のマイナスとなりました。次のページスライド 1-7 以降がセグメント別の売上利益であります。それぞれ簡単にご説明申し上げますと、まず IT セグメントでですけれども、売上 102% 前年比、営業利益が 108% の増益となりました。システムインテグレーションが増加し、また国内でのストレージ等が増加したということで増収増益となりました。2級の 11% の営業利益率ですが、これは過去最高の値であります。エネルギーは売上は前年比 91%、 これは原子力 BU における新規制基準対応案件、これが前年度ありましたけれども、これが減少したということで減収減益となっております。次のスライド 1-8、上がインダストリーであります。インダストリーは産業向け空調システムが増加いたしまして、これは水環境 BU でやっているビジネスでありますけれども、これが 2% 増えて営業利益が2億円増益。次のモビリティは前年同期比売上が 91%、 これはビルシステム、鉄道ともに為替の影響が大きくありました。さらに鉄道 BU のイギリスにおける売上が前年比では減少いたしまして、加えてビルシステム BU の中国における平均売価下落ということで 9% 減収となりました。ただ一方、調整後営業利益ですけれども、これは売上減少しましたけれども、ビルシステム BU の原価低減効果が発現いたしてまして、前年並みの営業利益を確保しております。
次の1の9がライフですけれども、ライフは 88% の売上でした。これはオートモーティブシステム事業における事業の売却の影響、970億ございました。それに対しまして、営業利益は103億増益となっております。これはオートモーティブシステム、それから家電事業、ヘルスケア事業、これ3つともコスト削減あるいは構造改革の効果の発現ということで大きく改善いたしました。次が日立ハイテクであります。売上高は液晶露光装置の販売減少、半導体製造装置は販売増加しましたけれども、液晶装置の減少及び為替の影響で 5% の減収、それに伴いまして営業利益も48億減益となっております。スライド1の10、上が日立建機であります。日立建機は為替の影響が大きく営業増減収減益となりました。日立金属が中ほどにありますが、これが大きく前年同期比のでの売上が 88% ということで、自動車半導体、それに加えて FM 向けの需要が減少いたしました。それに伴いまして271億の営業減益となっております。これは売上減に伴うもの、それに加えて棚卸さんの評価損が入っております。さらに EBIT が大きく944億と減益となっておりますが、これは自生材料事業で固定資産及びのれんの減損損失を計上したためであります。なお日立金属はでは日立金属自身では減損の金額、自生材料の減損の金額は426億ですが、日立連結では614億の減損損失の金額となります。これは2014年の IFRS 統一以前、日立が日本金属が日本基準、日立が US ギャップということで、会計基準の違いからこの差が出ております。次の日立化成 8% 減益減収、これが半導体自動車向けの需要減少によるもので、営業利益もこれに伴いまして79億円減少しております。またその他の営業利益が59億減っておりますけれども、これは前年度ありました日立国際電機の売却、これはフローの影響ですね、日立国際電機が抜けた影響であります。全社消去のところ94億マイナスが増えていますけれども、これは前年度と比べまして戦略投資の増加等によるものであります。また EBIT が287億減っていますけれども、これは前年同期にありました日立国際電機株式の売却益、これがなくなったということによるものであります。次のページです。スライド1の12に、まず一番上にトピックスの最初にルマダ事業の進捗記載しております。2級累計中ほどにありますが、売上高が5580億、前年同期比で 12% 増加いたしました。見通し、19年の見通しは1兆1700億、前回見通しと同じく前年から 4% 増加のを見込んでおります。トピックスとしては直近の動きとしましては、日立バンタラと日立コンサルティング、この統合を決めました。2020年の1月統合予定であります。これはフロントあるいはデリバリー機能の中核として、グローバルでのルマーダ事業を牽引する機能として強化するものであります。またエレベーターの遠隔監視保全サービスを東南アジアで提供を開始いたしました。また住友ゴム、PTC ジャパンと AI や IoT を活用したタイヤ生産システムの構築に向けた競争を開始して、住友ゴムさんの国内外12拠点に導入の計画をいたしております。また成長に向けた事業の強化でありとして書いてございますのは、
スマートシティの構築に向けて、フレーザーズプロパティと APAC 地域における町あるいはビルのデジタル化での競争に合意いたしました。また日立バンタラがディズニーパークスとショーやアトラクションの運営効率向上に向けた戦略提携を発表いたしました。これはまずは設備のメンテナンスあるいはアトラクションの稼働率向上などを行いますけれども、毎年数千人が訪れるいわば一つのスマートシティでありますので、日立が持っているソリューションポートフォリオを生かしてスマートシティ関連事業を拡大する、その狙いの一環であります。また自動車向け安全システム事業の強化に向けたシャシブレーキインターナショナル社の買収を10月11日に完了しております。また本日この後ご説明がいたしますけれども、オートモーティブシステム社、京浜、昭和、日清工業との経営統合を行うことを決定いたしました。次に 1-13 トピックス、ロイック向上活動について簡単に紹介します。今年からロイックを重要経営指標に加えました。これを日常のオペレーションに活用すべく、下にありますようなロイックツリーをモデルに、事業別業態に合わせた事業別のロイックツリーを作成し、各職場のアクションアイテムごとに目標を定めて事業を推進することといたしました。また従業員が日々の業務においてロイック向上への貢献を体感できるよう、これロイックへの理解を深めるために日本語英語中国版で e ラーニング教材を作りまして、9月から実施しております。次のスライド 2-1 で連結業績の連結決算の見通しであります。やはり上期ですけれども、5セクターは為替の影響を吸収し計画以上の業績でありましたけれども、やはり半導体向けや自動車向けの需要源の大きかった日立金属、日立化成、そしてまた為替の影響も大きかった日立建機などが減収減益となり、全体としても前年比減収減益となりました。この事業環境は下期も継続するという前提で、加えて為替レートも1ドル100、前回までは110円の見通しでしたけれども、これを105円の変更、これも為替の前提の変更も反映しまして、下記の通り、通年の見通しを修正いたします。売上高は前回見通しから300億円減額いたします。8兆7000億を見通します。営業利益は8000億円減額、800億円減額し6850億、EBIT は6050億円、親会社株主に帰属する当期利益は3600億と、これを現時点の見通しといたします。次のページに上期と同様に5セクターと上場子会社別の業績見通し記載しております。前回見通しからは為替の影響などを反映し、5セクター上場子会社とも営業利益の見通しは減益修正いたします。ただし5セクター本体事業の営業利益は前年比44億の増益で、この4725億5セクター合計の数字は過去最高の値、これを狙っていきたいと考えております。から次のスライド 2-3 以降がセグメント別でありますけれども、営業利益修正したところはモビリティで10億前回見通しからマイナスしております。これは主に為替レートの変更であります。また日立、次の 2-4 日立建機180億、日立金属400億減らして営業利益下方修正、それから日立金属の減損計上して、結果1000億の EBIT、
減少、前回から減少という修正をしております。日立化成も115億の前回から営業利益を修正いたします。ご説明は以上です。それでは質疑応答に移らさせていただきます。係者がマイクを持ってお伺いしますので、社名と名前を名乗ってからご質問の頂戴したいと思います。それではご質問いかがでしょうか。じゃあこちらの前の方お願いします。ダイヤモンド社の千本木と申します。2つ伺いたくてですね、1つは、ルマーダについてなんですが、売上高2兆円という目標経営者述べられたりしてますけど、データ解析の方の、コアの方ですね、コアの方が伸び率が鈍化しているように見えるんですが、その要因と、あと改めて2兆円の目標に向けて何が課題なのかというのを1つ教えてください。はい、これはやはり伸びが鈍化したというか、我々としては着実に進んでいるとは思っているんですけれども、やはりさらに N 倍化していくということが必要だと思っています。したがって、そこをきちっとさらにソリューションコア拡充して、それを横に展開していくこと、つまり今は IT セクター中心になっていますけれども、それを他の BU と組んでですね、他の BU にもきちっと展開していくと、ルマーダを適用していくということが大事だと思っています。それから具体的に言いますと、施策としては例えば鉄道 BU などでも積極的に活用しようということで、一つチームを作りまして、これは動きをまた加速すべく、そういったチームを改めて作りまして、やることを進めることにいたしました。それから海外ですね、まだルマーダのビジネス国内が中心になっていますので、これを海外で N 倍化するということ、それを進めていく必要があると思ってます。これはやはりこれはソリューションコアを海外のお客様にも持っていけるようにさらに拡充すること、それからデリバリーをきちっとできるようにすること、この中でやはり人材ですね、それが必要なわけで、フロント人材強化が必要なわけですけれども、これはいろんな手立て、トレーニング、それから M&A もありますし、それから提携もあると考えています。いろんな手立てで、その中の一つが日立バンタラと日立コンサルの統合なわけですけれども、これが一つの強化の手段の一つとも考えております。そういったところで伸ばしていきたいと考えております。はい、2つ目なんですけれども、今回経営と経営統合する AMS についてですが、これまでその市況だとか景気変動にあまりこう影響を受けないような社会インフラシステムに寄せていくということで、そうでない事業を切り出されてきたわけですけども、オートモーティブシステムズに関してはどちらかというとその、切り出される側のハードウェアの事業ではないかと思うのですが、これをこう今後も日立 の本体の方で行っていく意義を改めて伺いたいのと、はい、今回の統合でそれにこう IoT とのシナジーですとか、その辺がどう関わっているのかを教えてください。はい、これこの後ご説明、申し上げますけれども、この後のセッションで説明詳しくは説明申し上げますけれども、やはり、ケースですね、周りのソリューション製品を拡充していくということで、この事業を強化していくということだと考えています。で、ご承知の通りサービスソリューション事業、これに注力するということを申してきたわけですけれども、我々のルマーダ事業
社会イノベーション事業の特徴はプロダクツに根ざすオペレーションテクノロジーですね、それと IT と掛け合わせということで、プロダクツ、OT、IT の掛け合わせ、これが我々の特徴だと考えています。これをやはり従って、ハードウェアをやめて、ソフトウェアあるいはサービスだけに行くということではなく、持つべきハードはきちっと持って、そこにの関連の制御であるとか、オペレーションテクノロジー、あるいは業種の知見、それはきちっとキープしながらやろうということで、そこで我々の強みが発揮できると考えておりまして、従いましてそれぞれのプロダクツ事業の強化、それもグローバルで戦える事業の形にする、あるいは一定の規模が必要とされるものはそれも考えながらやるということで、収益性を伴う規模の拡大と、それで事業を強化、それぞれのプロダクツ事業も必要なところは強化していくという方針はもともと変わりありません。やはりプロダクツ、OT、IT、これの強みを生かせる体制が何かということを常に考えてまいりたいと考えております。他にご質問いかがでしょうか。じゃあ真ん中の一番後ろの方お願いします。すみません、日経新聞の野口と申します。手短で結構なんで3点教えてください。まず1点目が業績の下方修正についての率直な受け止めです。あと上場子会社 の影響は今回大きかったと思うんですけれども、そのあたりのこう再編をこういった形でこう2クォーターの段階で上場子会社と本体の格差が開いちゃうと、まあ、再編の見直しみたいなのをちょっと加速していかなきゃいけないのかなという気もしたんですけれども、そのあたりも含めて教えてください。はい、下方修正、主要因は為替と上場子会社の下方修正、おっしゃる通りであります。でこれもともと我々は親子上場をしている上場会社4社ありますけれども、これの体制、これについての資本体制がどうかということは常に考えておりまして、この中継期間に一定の結論を出したいというふうにもともと申し上げております。でまずはそれで特に今回金属が予定よりもかなり大きな下方修正となりましたけれども、これはもうすでにご案内の通り日立金属で大きな構造改革、抜本的な構造改革をやろうとしていますので、それをきちっと見ていくということをやりつつ、一方でどういう体制が、全体の体制がいいのか考えてまいりたいと考えております。2点目が下期の環境についてなんですけれども、米中貿易摩擦ないし日韓関係のちょっと悪化というのもあったりとか、あとなんか最近では台風なんかの影響もあったと思うんですけれども、それら含めて下期の業績見通しについて、まあ、改めて達成できるのか、まあ、どんなところを気にすればいいのか教えてください。はい、一つは基本的にまずマクロの経済環境、貿易関係についても、これは見通しを語るのは難しいです。やはり不透明と言わざるを得ないと思っています。したがって見通しについては厳しいと、厳しい状況が、需要環境は厳しい状況が続くと、海外ですね、特に中国などを中心として厳しい状況は続くと考えていますので、それを前提に売上は大きく回復はしないという前提を持って、コスト削減、原価低減、固定費削減、これを一層加速してまいりたいと考えています。これは共通の施策ですね、どの部門においても言えると思います。それからスペシフィックに申し上げますと、日韓関係、これはあまり直接的な影響はあまりないと考えています。それから米中の摩擦でありますけれども、これはやはり直接的な影響というよりも全体の経済の冷え込み、
これは気にすべきことだと、注意すべきことだと思っています。それからあとはブレクシット、これもなかなか影響がですねどれだけ出るか分かりませんけども、やはりこれは特にイギリスでの事業として大きなものは鉄道ですが、これは受注をまず生産体制とですねサプライチェーンはきちっとイギリスとそれからヨーロッパイタリアにきちっと生産拠点を持って、またサプライチェーンもほぼイギリスの中では 70% を現地調達という体制をやっていますし、それから受注の動向を見ましても受注は堅調で、受注残がやはり2兆7千億ほどまだ持っていますので、前年度大きな IEP の売り上げがありましたけど、その受注している案件も多くありまして、受注残はむしろ増えているという状況であります。それから最後に台風の影響ですけども、これは一部の事業所を浸水したりそういったところもあります。ただ大きな生産の影響があるかどうか、あるいはサプライヤーさん被害を受けたところ、これも多々あります。ただし直接な影響が出るかどうかはまだ分かりませんが、そう大きな打撃になるとは考えておりません。それからお客様側が我々が日立が過去に納めた製品、それが浸水したりとかですね台風の被害を受けたものがありますけれども、これは復旧あるいはそのご支援に全力を挙げてまいりたいと考えております。ありがとうございます。 3点目に自動車部品に関してちょっとこの後またあるとは思うんですけれども、株価を見てますと今日のですねちょっと芳しくなかったというのが第一印象で、なぜかというと利益率がそんなに高くない事業に対してこう日立さんの中で割合が増えるということをこう嫌気したのではないかと見てるんですけれども、あえてそこまでしてこの自動車部品の事業を大きくしなきゃいけないのか、そのないしはこれから先スピンアウトするような可能性があるのか、その他について教えてください。ですね、これは単に足し算だけじゃなくてきちっとシナジーを取っていくと、一つはスケールメリットを取ったコスト削減もやっていくし、それから開発リソースを結集するということで開発効率を上げていくということで、これは単に足しただけじゃなくて利益率も上げていくということで、やはりグローバルリーダーになることによって利益率を上げていくということが可能な事業だと考えております。ありがとうございました。他にご質問ございませんでしょうか。じゃあそちらの前から3番目の男性の方お願いします。すいません、東洋経済の富岡と申します。2点お願いします。ちょっと先ほども出た話ではあるんですけど、その上場4会社の先ほどちょっと金属さんについては今後の構造改革を見ていきたいとありましたが、他の3会社についてのちょっと今時点の評価についても教えてください。いずれもですね4社上場子会社がありますけども、いずれもこれは常に最適な構造が何かと、あるいはそれぞれの事業を強くするベストの会は何かということを常々検討しておるところであります。あともう一つなんですけども、ライフセクターに関して課題だったと思う、課題ではあるんですけれども、だいぶこう、利益率は前期に比べては戻ってきていて、その、コスト削減効果もあったということなんですけれども、これはどういったところのコスト削減が大きかったのかと、あとこの持続性があるものかというのを教えてください。はい、ですね、これは紙機ライフセクターの構造、コスト削減ですけれども、いずれの一番大きいのはオートモーティブシステムですね。これはご案内のとおり昨年からずっと継続しています。社長のグループリスコ主導のゼロベースでのコストの見直しと、いろんなプラクティス、オペレーションのやり方の改善、改革を進めまして、
それから構造改革も相当進めました。その効果が出てきています。これは間違いなく構造が良くなっていて持続的なものだと考えています。それから白物家電事業もコスト削減構造改革も含めてやっております。ヘルスケアも同様相当の構造改革も進めてきておりますので持続的なものと考えていい。ただし事業環境は非常に事業環境厳しいですからこれは常に進めてさらにコスト削減をやっていく必要はあると考えています。例えばオートモーティブシステムはですねクォータークォーターの営業利益率見ますとね Q1 が2018年が 2.2%、 Q2 が 1.9%、 これが Q1 2.7%、 Q2 5% ということで Q3 も前年が 3.6%、Q4 7.9% と2018年の中で見てもクォータークォーターで良くなって構造改革の効果が積み重なってきています。3級4級もこのペースで構造改革およびコスト削減の効果を積み上げていくということで前回18年の4級あたりは 7.9% に達しましたけれどもこれは今回は 10% 以上やろうという計画を立てて実行しているところです。施策を実行しているところです。よろしいでしょうか。他にご質問ございませんでしょうか。そちらの真ん中、後ろから2番目の男性の方お願いします。S&P のプラッツの山口と申します。細かな点で恐縮です。原子力事業で2つお伺いさせてください。1つは1月に発表されたホライズンの凍結の件なんですが、あの時東原社長はそのできる限りホライズンアセットをミニマイズして事業削減して売却も視野に検討していかれたいとおっしゃってました。それから今日までそこら辺 の、 その進捗どういう今スタンスでそういう方向性なのかまずお伺いさせてください。ですね、ホライズンにつきましてはこれはまだあまり大きな動きはありません。これはイギリスの当局などと話はいろいろ続けております。ただしアセットはもうすでに小さくしておりますし最低限のものにとどめてまた人員も最低限ミニマムにとどめて運営会社は維持するということで今後の動きにがあればそれに備えるということで最小限のアセット最小限の体制として当面維持ということの予定であります。そうすると社長が1月におっしゃったその売却も視野にという方向性は維持しながら検討されていかれたいという、はい、これは どういうふうになるか今のところイギリスもイギリス政府自身も難しいブレグジット等難しい状況にありますしまた原子力事業をどうしていこうかという方針これが確固としたものはまだ今のところは出ておりませんのでこれは当面最小限の体制で維持しようということであります。それは選択としてはあらゆるものがベストを追求してまいります。売却も含めてということですか。今すいません差し支えなかったら人員ミニマイズされたというのは何人くらいおいでなんでしょうか。人員については特にすいません公表は控えておりますのでご理解いただきたいと思います。はい、から関連してもう一つだけその事務的に進んでいくその許認可の過程の一つであるディベロップメントコンセントオーダーDCO なるものが実は10月24日に認可されるという予定だったものがつい先日3月いっぱいまで延びますと。これはその環境関連 の、 そのアセスメントが必要なんだというようなイギリスで紙では発表されているんですが、これは今そのおっしゃった今後のホライズン の、 御社の
売却を含めた検討の見通しに対して何かしら、影響をめいたものというのは終わりとご覧になりますか。これは最低限の体制で、やるべきこと、あるいは最低限の協議等をやっていくということですから、それによって大きく変化が生じるということでないと考えています。分かりました。最後にもう一つだけ国内の話なんですが、数ヶ月前に、東京電力、中部電力、東芝、御社と、4社で今後共同事業化を進める基本合意を達したというのが発表されました。で、国内東電なんかは国内 の、 その東通りという、新しい建設も当然目的としているんだと言っておいでですが、サプライヤーとしての御社にとってのこの4社の共同事業におけるこのメリットというものはどういうものなのか、事業会社にしてみるとそのサプライヤーも一緒に抱え込んでコスト削減、を図りたいということだということなんですが、逆にそのサプライヤーから御社から見た場合のなんかメリットというのはあり得るものなんでしょうか。お伺いできますか。やはり原子力事業、やはり これだけこういう環境ですと、その原発の新設がね、多くあるという環境はもう考えにくいわけですよね。その中で、それぞれ一社一社やっていくというのは非常に難しいということがあるので、そういったことをいろんなことを一緒に考えましょうということで、このアイデアが出てきたものと理解していますけれども、まだ現時点では具体的なお話何も決まったことはありませんので、これに関してはこれ以上のコメントは控えたいと考えています。ありがとうございました。他にご質問ございませんでしょうか。じゃあ一番前の方お願いします。ニュースピックスの平岡と申します。まず1点目の質問なんですが、中国と東南アジアの業績が特に良くないということ で、その良くない原因というのをもう少し詳しくお聞かせ願いますでしょうか。であと中国については、去年ぐらいから変調の兆しがあって、御社として手をこまねいているわけではないと思っているので、どういった対策を今取っておられるかお聞かせください。これが1点目です。まず中国ですけれども、結局やはり中国の成長、経済成長が鈍化しているということだと考えています。特に我々の事業で大きなところはエレベーター事業は一つあります。それから建設機械、エレベーター事業は台数は堅調に増えています。前年から増えています。ただし全体 の、 その製品ミックス、その我々もともと多かったのは高層ビル等の上位機種だったんですが、中位機種のボリュームは増えているということで、平均の売価が下がるということで全体の売り上げが減っております。ただこれはやはりこれは分かっていましたので、こういった構造傾向あるいは需要動向は分かっていましたので、一昨年か一昨年から日立の工場、中国の工場において調達部門を強化するであるとか、まず原価低減をきちっとやっていこうとということ、これを進めまして、その効果が発現して、今回はビルシステムは売上が前年比で下がっていますけれども、利益は確保すると、前年並みを確保するという形でやっています。それからあとはもう一つはやはり高層の高位上位機種ですね、これをきちっと有力なお客様、これを補足してですね、これをきちっともう一度強化して、さらにそこできちっと利益が取れるような案件、それをきちっとやっていこうということをさらに強化しようということを進めています。それから建設機械はちょっとこれはまだ投資ですね、
油圧ショベルなどの納める分野の投資、これはまだ持ち上がってきて立ち上がってきていないと回復していないという状況でありますが、全体としては逆に日本とそれから北米などこれは全体として堅調ですから、オーガニックにはこれは下がってないということだと思っています。だからアジアも貿易摩擦の影響がどれだけあるか分かりませんけれども、いずれにしてもちょっと下がっている全体としてですね。ただし今回アジアが下がっているのはですね、日立ハイテクなどですね、アジアは日立ハイテク、これはお液晶、台湾のお客様向けの液晶露光装置が下がっていますけれども、逆に半導体の方は別の地域ではありますけど好調だということで、業績は全体としては堅調であります。でやはりアジアでも日立化成と日立金属の売り上げが減少しています。これは半導体、自動車関係、この辺のお客様分野向けが下がっていますので、これはそれぞれ、コスト低減あるいは原価低減の施策を打っているところです。はい、あと最後にですね、またこれから説明してくださると思うんですが、その御社の自動車事業の位置づけで構造改革をやってこられたりして、歴史もあって強みもあると思うんですが、現時点でそのどういったその経営課題、どういったそのリソースが足りないというふうにこれまで認識なさっていたんでしょうか。ですね、やはりいろんな製品を幅広くやっています。でこれはその今回の統合で経営統合で、規模は大きくなりますけれども、製品としてはやはり、きちんと収益性の高いあるいは力のあるところに絞り込みながらやっていくということだと考えています。その一環で今までやってきたものは自動車用の電池、それからクラリオ、あるいはその他の事業を売却したりしてきて、集中と選択をやってきていますけれども、これは今後もきちっと本当のグローバルリーダーになれる製品サービスに絞りながらやっていくという方針です。よろしいでしょうか。それではもう定刻を過ぎてしまいましたので、よろしいご質問よろしいでしょうか。それではこれをもちまして本日の決算説明会の方を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。